あなたの心に火を灯す、東洋思想及び神道研究家の芳賀光です。今回は、億万長者の生活ってどんな感じということで、実際にですよね、日本の長者番付にも載ったことがある。また、そういった億万長者の友達も多いですね。斉藤ひとりさんのお弟子さんである宮本真弓社長ですね、お招きして、実際の億万長者の生活の実態についてお届けしていきたいと思います。こちらですね、私にとっても非常に学びと気づきのある内容となっておりますので、ぜひご覧ください。どうぞ。はい、今回もですね、斉藤ひとりさんの直弟子宮本真弓社長をお迎えして、今回はリアルな億万長者の生活についてお伺いしていけたらと思います。どうもよろしくお願いします。なんか億万長者生活、まあ言わずと知れた斉藤ひとりさんですよね。ひとりさん今でこそね。長者番付ってないけども、昔はこう長者番付っていうの発表されてる時はもう本当にね、ナンバーワンですよね、納税者ですよそうね、ですずね、っひととりさ何ん年もね。連続でナンバーワン取られてたっていうのと、あとお弟子さんたちもね、その地方ですよね、岐阜とそうかです京都とね。か、まあなんか大阪とか、そういった地方の長者番付で、納税者ですよね、本当にトップ10に入ったりだとかっていうこともあって、前見さんも京都でですよね、そういった納税番付入ったことあるという感じの、グループでね、前見さんですよね、やっぱり億万長者と言いましょうか、お金持ちの友達も多いと思うんですよね。で、実際ですよね、気になると思うんですよね。億万長者の生活ってどんなんなのかってことなんですよね。で、例えば何でしょうね、この中にもお金持ちになりたいっていう方もいらっしゃるかもしれない。じゃあどういうエッセンスを取り入れてったらいいのかということですよね。ちょっエッセンとス。共通点と言いましょうかね、今回生活なんで、ちょっとね、衣食住の観点からお伺いしていけたらなと思うんですけども、まず食べ物からなんですよね。実際ですよね、斉藤ひとりさんのお弟子さんたち、斉藤ひとりさん含めてですよね、食べ物ですよね、まあ、人それぞれなのかもしれませんけども、なんか高級食とか外食好きっていう方もいらっしゃったら、そうでもないよという方もいらっしゃると思うんですけども、どんな傾向なのかってことですよね。斉藤ひとりさん、基本ひとりさんが好きなので、ひとりさんの教えが染みついてると、ひとりさんが「寿司はさ、真由美さ、回ってない店は生きが悪くてよくないよ」って言ってて、もう手で握られた、もう大将みたいな店は行かない。回転寿司とかの回ってないと生きが悪いからって冗談で言うぐらい、でひとりさんはもうと冗にか談く、ね。だけどせっかちっていうか、もうパッパって食べて、さっさって食べて、さっさと出てっちゃうっていうのが好きなので、これポイントかもしれませんよ。億万長者パッパッと食べたい方多いかもしれない、もしかしたら。せっかち多いっていうのはね、言いますからね、スピーディーっていうのはね、もでしもかしたあら。といろんなとこに、だから食の中に食べ物のジャンルとかよりもいろんなね、テイストがあるのね。やっぱり気遣いがあるんですよ。例えばお蕎麦屋さん行くとするじゃない？だ基本ひとりさんとかと一緒にお蕎麦屋さん行く時とかも、例えば11時に始まるとすると、待ってて乗り込むぐらいの勢いだったりとかで、それで食べるとさっさと出る。で出る頃に12時ぐらいになってくると混んでくるじゃない？だけどひとりさんってすごくて、基本的には俺たちは暇人だから空いてる時間に行けばいいんだよ。そうするとお店の人も混んでる時間と他の皆さんが来るでしょ？と他の人が来るからっていう気遣いがある。なるほどなるほど、気遣いがあるってことですね。それとプラス、食べたらさっさととっとと出るんだよって、ね、みんな並んでるのに、ね、お昼で待ってるのにずっとこう新聞読んでね、そういう人いますね。ってするとお店の人が本当はね、回転率高くしたりとかいろんなこと思うと、ね、早く食べて出てってあげた方がいいじゃんっていうことだったりが、やっぱ商人なので、そこら辺の気遣いがすごいある。なるほど。だからなんかそのな、なんだろう、ひとりさんは私とかだったりがもともと OL で、ね、何もないような人だったから、高いものも食べたことがなかったりとかするでしょ。そうするとそれを、一番なんていうのかな、ひかるさんがもし、オムライス食べたことなかったとすると、オムライスってね、こうこうこういうもので作ってて、こういう感じで食べるとこんな感じなんだよって言っても、
食べたことない人にずっと説明しても分かんないじゃない、うんうんうん、それよりも一回食べさせたら、うん、オムライスって美味しいねって分かるじゃない。なそれだから最初の頃にそういったお店に連れてってもらったってことですね。高級なお店とか、なるほど。でいろんなとこに連れてってあげて、うん、で知らないから連れてってくれるんだけ ど最終的に前に美味しいだろう吉野家ってとかね。なるほどなるほど、うん、だからあの自分が吉野家ね安くて美味しいとかって食べてても、うん、あの例えばね、ホテル大倉だったりとかの、うん、なんかその牛丼もあるけど牛丼だったりとか食べたことないっていうと、うん、そこの牛丼っていうのはどんなだろうとかって思うと、うん、いや食べに行ってみるかいとかっていうのはあったりすると、うん、初めてあ自分たちが食べてるものとかって、うん、値段じゃなくてもいろいろ美味しいものがあるんだねっていうことがしみじみわかる。なるほど。ポイントちょっとまとめさせてくださいね。まずせっかち、ちょっとポイントまずまとめて、ね、せっかちまずせっかち、はい、ポイント2つ目は気遣いがある。ポイント3つ目はまずいろんな世界を知ろうっていうことですね、うん、はい。さらにポイントどうぞ。なんだっけ言うの忘れちゃった、うん、まあじゃあいいでしょう、はい、衣食住の衣の部分どうですか。着る服に関してはブランドものとかどうなんですかね。ひとりさんは最初出会った時はもうあの奥様がめちゃくちゃおしゃれな方なので、うん、私たちの直弟子の千葉純ちゃんって、はい、めっちゃおしゃれが好きだったから、うん、ひとりさんの服をパッて見て、うん、上から下まで眺めるとすっごい服着てるって靴もすごいとかって言って、うん、もうね、総額のお値段が分かるぐらい、うん、ブランドが好きだったから見て、うん、ひとりさんの本当にめちゃくちゃおしゃれ、うん、で今もあの今、ね、黒い服を着てるけど本当におしゃれ。だからやっぱりおしゃれってごめんなさい高級なんですかそれは。はっきり言うと今、うん、ブランドなんですかそれ。そうでもない。ブランドだったりとかもあるけど。なるほど。ブランドに対するこだわりはないということです。なるほど、うんうん、だけどなんていうのかな、おしゃれって、うん、最終的におしゃれをしててで今黒い服着てるよとかっていうと着こなし感って出てくると思うのね、うん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 、だからひとりさんはなんか黒でいててもめちゃくちゃ派手。あなるほど。なんだろう、おしゃれってだからこうおしゃれをしてきて、はいはい、着こなし感が出てると、はいはい、なんかどんな格好しててもその人のこうなんていうのおしゃれ感が出るっていうか、はいはい、でもちょっとポイント強調してるかもしれないですね。なんか一旦最高のものを知ってるみたいな共通点はありますよね、職にしろね、うん、だから一回最高知らんかったらあかんっていうのは確かにあるのかもしれませんね、うん、それは、うん、だから一人さんのおしゃれのポイントで私とかも言われたのは、うん、前にねって高そうに見えるものを着なさいって。あなるほどね、うん、要は値段じゃなくて、うん、高くても安そうに見えるものあるよって言ってね、うんうんうん、まあ、高そうに見えますもんね、失礼かもしれませんけどね、うん、だからその全体的に、ね、高そうに見えるような着こなしをしなさいって、うんうんうん、要は自分のねなんか値段が高いとかじゃなくて、うん、ある意味品があるとか、うん、やっぱ高そうに見えるようなうんあの服を選びなさいっていうのは言われるね。なるほど、なるほど、うん、だから値段よりも高そうに見えればいいのね、わ、うんうん、かりました、うん、では最後ですね、衣食住の住ってどんな感じ、住んでる場所どんな感じなんですか。そんなにこだわりはない。あ、こだわりはない。私は素敵だなと思うの、男は食べるもの着るものあの住むところに文句言ったらダメだよって言って、うん、なるほど、うん、まあ、男じゃなくて女もそうかもしれませんね、うん、だから文句言うっていうのはねあれだけど、本当ひとりさんってだから食べるものとかでも文句言ってるのも本当に見たことないし、うんうんうん、住むところとかでもあのもう当然文句言ってるのが聞いたことないし、うん、とにかく文句言ってるのを見たことない、うんうんうん、だからなんか全部に感謝ですかね。なるほどね、やっぱ今最終的に重要なポイントで最後すごい重要な文句を言わない、全てに感謝ということですよね、うんうん、これは全員が意識した方がいいのかもしれませんね。だってね、服だってね、自分で私この服絶対作れないもん、うん、まあ確かにね、うん、で作ってもらった人に感謝やし、ね、今与えられているものをベストにして感謝しましょうということですよね、うんうん、はい、はい、ということで今回は億万長者のリアルな生活ということでですね宮本真由社長をお迎えして実際ですね日本でナンバーワンのお金持ち斉藤仁さんの教えをお伺いしていきました、はい、はい、ということでどうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、いかがでしたでしょうか、こちらですねポイントはいろいろあったんですけども、まあ、億万長者みんながそうではないとは思うんですけれども意外にまあ質素であるということでした。しかしただ質素なだけではなくて最高のものを一度知っておくといいよということでした。それはですよね、食事でもそうですし衣類着るものでもそうですよね。そういった
高い感覚を知ることによって人生が変わる、億万長者の感覚にも近づくことができる、その上で自分がどういう選択をするかは自由である、そんな感じかなと思いました。ということでね、このことは私もですね、20代の頃から師匠北極老人から教わっていることでもありまして、高い感覚を知りなさい、最高の感覚を知りなさいということですね。まあ、これね、習い事や学び事をする時もそれは言えるのかなと思いますね。ずっとこの辺の感覚のことではなくですよね、一度高い感覚、達人の感覚っていうのを知ることによって自分がどうステージアップしたらいいのかということも見えてくるという話かと思いました。はい、ということで今回は億万長者の生活ってどんなの、その実態に迫るということでお届けしました。ありがとうございました。